ハドリアヌス帝時代のローマ帝国。当時、ブルグント人は、ポーランドのオーデル川とビスワ川に囲まれた地域に、定住していた。ブルグント人は、北ヨーロッパのスカンジナビア半島からボーンホルム島、後に、ヨーロッパ大陸へと移住した東ゲルマン諸語に属する、ゲルマン系である。フランスでは、ブルゴーニュ人、英語読みと、日本語の表記揺れでは、ブルグンド人と呼ばれる。 ソースタインズ・サーがバイキング・サソナーで、ベセティが住んでいた島が、ブルグントの小島、すなわちボーンホルムである。また、アルフレッド・大王による、オロシウス著書の古英語翻訳では、ブルグントの土地という名前を使っている。スウェーデンの詩人であり、初期の神話学者でもあるビクトル・リュード・ベリは、中世初期の文献、ビータ・シギズモンドに基づき、ブルグント人は、 自らの起源がスカンジナビアであると交渉していた、と述べている。ボーンホルム島の一ブルグントビトが、スカンジナビア起源であるとする伝承には、地名や考古学上の証拠による裏付けがあり、その伝承が正しいと考える人も多い。タキトゥスの著作を含む初期のローマ文献は、スカンジナビアについて考えもしなかったためか。 ブルグント人がどこからやってきたのかについて何も語られていないについては言及している。ブルグント人が初めて登場するローマ文献によると彼らはライン側の東に居住していた。初期のローマ文献ではブルグント人は他の東ゲルマン諸民族の一つに過ぎないと考えられていた。300年頃ブルグント人の島の意味する名前を持つ ボーンホルム島から突如人々の姿が消えた。ほとんどの共同墓地が使われなくなり、少数のいくつかの墓だけが使われるようになった。369年、ローマ皇帝ワレンティニアヌス一世は、他のゲルマン民族との戦争で、ブルグント人の支援を受けた。6世紀中頃のゴート族の歴史家ヨルダネスによると、この時代のブルグント人は、ビスは川流域に住んでいたらしい。 アラマン部族同盟との戦争後、しばらくした後、ブルグント人は、ゲピード族の王、ファスティダに敗北し、ほぼ全滅した。その約40年後、ブルグント人は再び登場する。406年から408年にかけて、西ローマ帝国の将軍スティリコが、西ゴート族のアラリック一世との戦いのための兵を、引いたのを機に、北の部族が、ライン側を越えて、 ローマン帝国の領域に侵入した。その中には、アラン人、バンダル族、スエビ族、そして、ブルグント人がいた。ブルグント人は西方に移住してラインダニに定住した。ブルグント人は、東部地域のどこかで、本来の多神教から、キリスト教で遺体とされたアリウス派へと回収した。アリウス派への回収は、キリスト教国である西ローマ帝国との間に生じた。 疑念と不信の源となった。この分断は500年頃には解消されることになるが、ブルグント人の王の一人であるグンドバトは、ビエンの大司教、アウイトゥスと、個人的に親しい関係を維持した。グンドバトの息子で、後継者のジギスムントは、自身が、キリスト教徒であり、この頃までに、ブルグント人の多くが、キリスト教へ改宗していた。当初、ブルグント人は、 ローマ人と険悪な関係にあった。ローマ帝国によって他の民族を守るために利用された一方で、辺境地域に侵入し彼らの影響力を広げていった。411年、ブルグント人の王グンダハールは、アラン人の王ゴールと協力して、傀来皇帝ヨイヌスを擁立した。彼の支配下にあるガリア人皇帝の権威によって、グンダハールは、 ラウター川とナーエ川の間のライン川左岸地域に、定住しボルムス、シュパヤー、ストラスブールの各都市を支配した。後に、皇帝ホノリウスは、急戦協定の一部として公式にそれらの土地を与えた。ホエデラティとしての新しい地位にもかかわらず、ブルグント人は、 ローマのガリア・ベルギカ北部地域を襲撃し、436年に、ローマの将軍、アエティウスがフン族の傭兵を呼び入れると、冷国にもそれらの地域を滅ぼした。437年、フン族の傭兵は、ボルビト・マグースやボルムスといった、ケルト系ローマ人定住地の首都と共に、ラインラント王国を滅ぼした。グンダハールは大部分のブルグント人と共に、戦闘で殺害された。 フン族によるボルムスとブルグンと王国の破壊は、後に、ジョジシニーベルンゲンの歌の一部となる、英雄伝説のテーマとなった。その物語では、ボルムスに、グンテル王と、女王、プリュンヒルトが王宮を構え、ジーフリトが、クリエムヒルトに求婚するという構図になっている。ジーフリト死後のクリエムヒルトの、再婚相手エッツェルはアッティラがモデルとされ、エッツェルは、 そのアッティラのドイツ語読みである。第二ブルグント王国文献ではその理由を見つけることができないが、ブルグント人は再びホエデラティの地位を与えられ、443年、将軍アエティウスによってサパウディア地域に再び移住させられた。正確な場所は定かではないが、サパウディアは現代のサボイに対応し、ブルグント人はおそらく、 ルグドゥヌムの近隣に住んでいたと考えられている。グンダハールの息子と考えられている新しい王、グンディオクは、父の死により支配権を確立した。歴史家プラインは、グンディオクは、ソーヌ、ドーフィネ、サボイ、及び、プロバンスの一部の地域に君臨した、と述べている。グンディオクは、ビエンヌを、ブルグン島王国の首都と定めた。534年に、 フランク族によって王国が滅ぼされるまで、計8人の軍ダハールや出身のブルグン島王が支配した。王国滅亡までの最後の10年間、ブルグン島人は、ローマの同盟者であった。451年、アエティウス、西ゴート族とタブ族と共に、カタラウヌムの戦いで、アッティラと戦った。455年、サーブ族と戦うため、軍オクと、 彼の兄弟キルテリック一世は、西ゴート王テオドリック二世にスペインまで随行したが、これは、ブルグント人と、西ゴート族の同盟がいかに強力であったかを、示している。帝国への野望、インフィドクティビバードンディオダクトゥの曖昧な記述によると、455年、バンダル族による、ローマ略奪に先立つ、混乱の中、無名のブルグント人のリーダーが裏切り、ローマ皇帝、 ペトロニウス・マクシムスを殺害したらしい。貴族リキメルもまた非難された。この事件は、ブルグント人とリキメルの関係を示す最初のものである。リキメルはおそらく軍理翼の義兄弟で、グンドバ王子のおじであったと考えられている。明らかにブルグント人の権力は増大し、456年には、地元のローマ元老院議員と、領土拡張と、 権力分担と交渉した。457年、リキメルは、他の皇帝、アウィトゥスを破って、マヨリアヌスを大いにつけたが、この新しい皇帝は、リキメルとブルグンとジンにとって役に立たなかった。即位の翌年、マヨリアヌスは、ブルグンとビトが2年前に得た土地を奪った。さらに独自の行動を行う兆候を見せたが、461年、リキメルによって殺害された。 その10年後の472年、西ローマ皇帝アンティミウスの婿となったリキメルは、グンドバト王子と共に、ギフの殺害を策略し、グンドバト王子は皇帝を斬首した。リキメルは、オリブリオスを皇帝に任命したが、驚くべきことに定位につけたものもついたものも2ヶ月以内に病死した。グンドバト王子は、オジリキメルの貴族そして、皇帝擁立者としての地位を継承し、 グリケリウスを定位につけた。474年には、ブルグント人のローマ帝国に対する影響力は失われていた。グリケリウスは、ユリウス・ネポスにより退位させられ、グンドバト王子は、おそらく彼の父グンディオクの死によって、ブルゴーニュへと戻った。この時あるいは少しの後、ブルグント人の王国は、グンドバトと、彼の兄弟であるゴデギゼル、キルペリク2世。 子供ある一世によって分割された。王国の統合トゥールのグレゴリウスによると、グンドバトのブルゴーニュ帰還後、数年にわたり、流血による権力の統合が行われた。グンドバトは、彼の兄弟キルペリク二世を殺害し、その妻を溺死させ、娘たちを追放した。この出来事については、グレゴリウスの年代記における多くの問題点を指摘したベリーによって議論されている。 500年頃に、グンドバトとクロビスとの間に戦争が起きると、グンドバトは、彼の兄弟ゴデギゼルの裏切りにあった。ゴデギゼルは、フランク族に参加した。ゴデギゼルとクロビスの軍は、グンドバトの軍を粉砕した。グンドバトは一時的にアビニョンに身を隠し、再び軍を召集することに成功した。 グンドバトがビエンヌを略奪した際、ゴデギゼルと、その多数の部下が死んだ。これ以降、グンドバトは、ブルグンと王国の唯一の王として登場する。文献では、触れられていないが、これは、彼の兄弟、ゴドマールは、すでに死亡していたことを示している。グンドバトとクロビスは和解したが、初期段階でのクロビスの勝利の結果、グンドバトはその進化となることを強いられ、 507年に西豪都族のアラリック2世に勝利した際はフランク族に協力した。この激変の間、483年から501年までの間にグンドバとはレックスグンドバだという法典を発布した。それはレックスビジガトゥールムを元に書かれたもので前半部分が発行された。自身への権力集中後、501年から死去する516年までの間に グンドバトは、法律の後半部分を発行したが、それはよりブルグント人本来のものであった。第二王国の終焉フランク王国の一部としての、ブルゴーニュ・ブルグント人はその力を、ガリア南部、つまり現代のイタリア北部、スイス西部、フランス南東部へと拡大させていった。493年、フランク王国の王クロビスは、ブルグント人のクロティルダと結婚した。 クロティルダはクロビスをカトリック信仰へと改修させた。ブルグント人は6世紀初頭に西ゴート族に対抗するためにクロビスのフランク族と最初に同盟を結成したが結局534年にフランク族によって滅ぼされた。その後はメロビング朝の一部としてブルグント人の王国が作られブルグント人自身も同化していった。数字は在年、文献。 ブルグント人は、ゲルマン民族から受け継いだ三つの法典を残した。レックス・バーガンディオーナムあるいは、レックス・グンドバダとしても知られる、ライバー・コインセチューショナム・サイブ・ブレックス・グンドバダは、483年から516年に、かけていくつかの部分に分けて発布された。発布は、主として、グンドバトが、一部はその息子、ジギスムントにより行われた。それは、 ブルグント人の監修法であり、またその時代における多くのゲルマン法典の典型でもあった。特に、ライバーは、ビジガトゥールムから借用され、後の、レックス・リブアリアに影響を与えた。ライバーは、当時のブルグント人の生活と王の歴史を知るための、主要な文献の一つである。多くの他のゲルマン民族と同様に、ブルグント人は、 各民族に合わせた法律を運用することを伝統的に認めていた。このためグンドバトは、レックス・グンドバダに加えて、ブルグント王国でのローマに関する諸問題のための法律、レックス・ロマーナ・バーガンディオーナムを編纂した。これらの法典に加えて、グンドバトの息子ジギスムントは、後にプリマ・コンスティチューティオを発布した。ブルグント人は、 現代フランスの地域名であるブルゴーニュにその名を残している。6世紀から20世紀までこの地域の国境と貴族はしばしば変更されてきたが、いずれの変更も本来のブルグント人とは無関係だった。ブルグント人という名前は後世に作られたものであり、より正確にはブルゴーニュ地方の住民を示すが、そのブルゴーニュは ラテン語でバーガンディーネスと呼ばれた人々に由来している。今日、ブルグント人の末裔は、主として、スイス西部とフランスの近隣地域に見ることができる。ありがとうございます。